眠い。はい。ということで、今日は本当はつのみはお休みなんですけども、なんか一本オーディションが入ってしまって、はい、ということで、今日本当はね、お休みでゆっくりさせていただきたいななんて思っていたんだけど、まあ女優のつのみっていうことでお仕事もしていかなきゃいけなかったりもするから、頑張って綺麗にメイクして、今日のオーディションに行きたいと思っています。なんか今日のオーディションってあんまり詳しくは聞いてないんだけど、なんかちょっとセレブ味のある港区女子みたいな感じの、あの役のお仕事のオーディションらしいので、セレブっていうかハリウッドの方でラテメイクっていうのがなんか流行ってるらしいのね。で結構日本でもあの赤文字系の雑誌とかで 3,4 年ぐらい前だったかな、ラテメイクっていうのが結構流行ったりもして、 SNS とかでも紹介されてたりもしたんだけども、なんか今逆にハリウッドのセレブの方とかお金持ちの方とかモデルさんとかも結構ラテメイク楽しんでやってるみたいなので、まあ、女優っていうこともあって今日は最新版のラテメイクにチャレンジしていきたいなと思っています。あ、なんかコーヒー飲んだらちょっと目が覚めてきたかもしれない。そうそう、でなんか結構今までのメイクってつのみちゃんが綺麗すぎてあんまり参考にならないんだけどみたいな、あのクレームみたいなコメントいただいたりもして、なんかつのみもなんかやっぱり土台はみんな違うからなかなか解説したりとか、あのみんなにちゃんと正確に伝えれるかっていうのが自分でも結構悩みながらやらせてはいただいてはいて、YouTuber の人とかでも前に結構やったのを見てた半顔メイクっていうのにチャレンジしていけたらなと思っています。半顔メイクってね、なんか最初にここに線を描いてこっちだけメイクを進めていくみたいなやり方なんですけども、今日はなんかみんなに素顔のすっぴんと小細工を入れながらどんどん可愛く綺麗になっていくつのみちゃんっていうのを見せれたらいいかなと思って、なんか半顔メイクって本当に初めてだから結構緊張するんだけど、まずはやっぱりラインを書いとかないとみんなわかんないよねっていうことなので、ちょっと顔の半分に線を引いていきたいと思います。あ、ちょっとここだけ曲がっちゃったかもしれないんだけど、とりあえずこんな感じでごめんなさい、なんかここだけちょっと曲がっちゃったみたいで、はい、可愛くラインがまず引けました。ということでこっちが、メイクしない方のお顔、こちらがこれからメイクをしていく方のお顔ということで進めていきたいと思います。とりあえず先ほど洗顔と化粧水と乳液の方は濡らしていただいていて、ファンデーションはもちもちの状態になっています。で軽くやっぱり夏なのでティッシュオフをした後に、最初こちら、やっぱりセザンヌの皮脂テカリ防止下地、これがねやっぱり夏だと崩れにくいっていうのもあって、結構今つのみはねこれ一択ではあったりもして、これをまず顔に塗っていきます。なんか半顔って難しい、なんかはみ出気味、あ、はみ出気味、なんかさ一瞬でライン消えたよねって話なんだけど、ごめんごめん、まあこの辺はちょっとアバウトになってしまうかもしれないですが、
はい、もうね一目瞭然っていう感じでこっちとこっち見比べるとワントーンアップっていう感じで、でもさほらあんまりわざとらしいなんか真っ白くなっちゃったっていう感じではないしいいかななんて。はい、次いきます。次メイクキッププライマー化粧下地、これコーセーさんの今大ヒット商品、もうなんかねこれどこ行っても危うく売り切れなんじゃないのみたいな感じではあるんだけど、これ本当に化粧崩れがないらしいの。これを下地に仕込んどくとで結構あの乾燥肌の方とかが全体的に塗っちゃうとカピリングになってしまうかもしれないので、ちょっとつのみの場合はテクスチャーがこんな感じ、小鼻の周り、おでこで崩れやすい頬で目の周りさんをちょっと抜いた状態で仕込んでいきます。なんかねこのコーセーのキーププライマーなんだけど、もう塗ったらすぐにサラサリング、なんかこれで皮脂をねカバーしてくれるみたいで、この時点で結構もうサラサラしてるの。だから本当に目の周りとかのシワがちょっと多いところとかに塗りすぎちゃうと、もしかしたらもうガビガビしちゃうかもしれないので、皮脂量の多いちょっととろけみのあるところだけに仕込んでもらえたらいいかななんて思っています。はい、次はつのみの動画を見てくださってるつのみの方だったらもうご存知かと思うんですけど、やっぱりね人間の顔っていろんな色素が顔の中に入り乱れていて、なんか青みが強い人だったり黄色みが強く出たりみたいな方がいらっしゃると思うんだけど、つのみの場合に限ってはなんかやっぱり口の周りがちょっとブルベが強すぎる塗って、ここら辺をオレンジ色のカラーで色補正をしていきたいと思います。でなんかねこれのコツとしてはワントーン暗めで仕込むことによって青みが綺麗に消えてくれるので、なんかねファンで塗る前は結構こうやってなんかくすんでるんじゃないのつのみちゃんなんて思うかもしれないんだけど、とりあえずは最初青みをカバーということで、はい、可愛くブルベの補正ができました。はい、次はファンデーションを塗っていきたいと思います。ファンデーションは今回はティルティルさんのマスクフィットオールカバークッションファンデの23番 N3 度っていう色を塗っていきたいと思います。なんかね結構若い子の間でやっぱりティルティル超人気であったりはするんだけど、つのみ今回初めてチャレンジさせていただいてこんな感じ。はい、で前回なんかちっちゃい指パフっていうのにお水を含ませてキープミストを入れてファンデーションを塗っていくっていうやり方がやっぱり夏にすっごいよくって、あの視聴者の皆様にも大反響をいただいて指パフ完売というご報告をいただきました。本当にどうも皆さんありがとうございます。そしてなんとこれも本当に謝罪しなければいけないかななんて、なんかやっぱり責任感じちゃうよねと思って、こちらのコーセーさんメイクキープミスト EX クール、こちらも完売という状況で、あの大変手に入りづらいというふうにあのお店の方から伺っています。皆さん見てくださってありがとうございます。なんかつのみの効果でやっぱりこんなに売れてしまうっていうのすごく、なんかつのみもねやっぱりいいものを紹介させていただきたいっていう気持ちがあるので、ついつい動画の方で語ってしまったりするんですけども、みんなの手に届かなかったりすると申し訳ないかななんて思いつつも、まあ、ちょっとねなんか夏これ本当に重要かななんて思うんで、はい、ファンデーション塗っていきたいと思います。今回はティルティルさんの付属のパフを使ってお水で湿らせてキュッ
とした状態でパフをつけていきます。こんな感じです。はい、ではまず高いところ中心に、あーなんか反応ってすごい難しいね。はい、これで叩き込んでいきます。基本的にいつもつのみが言うように中心部分をできるだけ細かい振動で叩いていって、余ったパフさんを周りに広げていくっていうやり方で、一番濃いのは顔の中心っていう決まりを守って塗ってみてください。はい、ということで、すごい綺麗じゃない？なんかさ、今までのクッションファンデより結構カバー力が強くって、もしかしたら肌きれいめさんとかだったら本当にちょっとっていうのを全体的にすごい薄めに広げてたらいいかなと思うぐらいすごいカバー力。はい、次はコンシーラーを塗っていきたいと思います。はい、次はいつもおなじみキャンメイクカラーミキシングコンシーラーフェイスカラー03番、こちらを使わせていただきます。で、いつも通りこちらのオレンジ色、こちらをヒゲじゃなくて青みのところ、結構なんか夜更かしさんとかでなんかこう青み系のクマが出やすい方とか、結構ね一撃でオレンジ色はカバーしてくれるから、大きいシミがある方とかもねオレンジは大活躍してくれると思います。はい、次にこちらの白いやつをちょんちょこりんってつけて、前回もあのやらせていただいた三角のせ、今回もやっていきたいと思います。前回の動画見てなかったっていう方いらっしゃったらもう一回一緒にやってみようかなと思うんだけど、ここのね目の膨らみを外した下の三角形で、ほうれい線の三角形で、口角の三角形、こちらをなじませていきます。そうすることによってで、クマでちょっと影ができやすいところを明るくしたりとか、ほうれい線がちょっとやっぱりねたるみっぽく見えちゃったりもするから、ここの折り曲がってる影のラインを明るくすることによって若々しさを出せたりとか、で口角もねやっぱり年齢がいくとここら辺がくぼんできて影になりやすくって、ここに影が出てるとさやっぱりおばあちゃんみたいな見え方になっちゃったりするから、でねやっぱりねコンシーラーって気をつけなきゃいけないことは、やっぱり塗りすぎるとそこがちょっとひび割れとかの原因にもなっちゃったりするから、できるだけ薄めを叩き込むっていうのを心がけてメイクアップしてみてください。はい、綺麗。いい感じじゃない？はい、で一回ファンデをちょっとフィックスしたいかなと思って、今回はイニスフリーさんのミネラルパウダー、こちらを使っていきたいと思います。これねすごいプチプラの中でもかなりあの安くって、多分500円ぐらいで買えちゃうやつなんだけど、あ、そうだ、その前に一回なんかねキープミストのねやっぱりいい使い方っていうのを聞いてみたんだけど、工程があるたびにキプミ、何かをやった時にキプミっていう感じで仕込んでいく、なんか層にしていくっていうのがやっぱりね崩れにくくする方法の一つではあるみたいで、だからちょっとめんどくさいかもしれないんだけど、ファンデ塗ったらキプミ、そしてお粉を叩いたらキプミみたいな感じで取り入れてくださると、なんかミルフィーユみたいな感じで美味しそうにしていただけたらいいのかななんては思っています。
ってさ、ファンデーションもできるだけ薄く塗って、コンシーラーも極力薄く塗って、でパウダーもできるだけふわーっていう感じ、なんかイメージとしてはベールをかけてあげるみたいな。やっぱりさ、あんまり舞妓さんみたいにしちゃうとさ、今っぽくないっていうか。はい、なんか違いすごいよね。こっちはさ、化粧水とお乳液で整えただけのつのみの美肌で、今こちらはファンデーションまで塗ってフィックスした美肌ということで、次は眉毛を描いていきたいと思います。はい、じゃーん、こちらになります。ロム&アイシャドウの10色パレットになります。これはね、02番っていうマホガニーガーデンガーデンといえばさ、やっぱり風くんのガーデンってすごいいいよね。そうそう、つのみちゃん、なんか今眉毛描くって言ったのに、なんでアイシャドウ出してるのおバカさんとかって思った方いらっしゃるかもしれないんだけど、このねアイシャドウパレットすごいの。なんとね、こっちがマットになっていて、まあ、ここも一色マットだったりするんだけど、ここが小粒キラー、スーパー大粒キラー、中キラー、さらに中キラープラスアルファみたいな感じで、そのマットとキラーのバリエがすごいわけ。結局さ、持ち運びの時とかもさ、眉積み持ってアイシャドウ持ってとか言って、グッズが増えれば増えるほどさ、カバンの中もごちゃごちゃになっちゃったりするし、なんかこれだったらさ、眉毛もアイシャドウも一気にいけちゃうかななんて思ったりするのと、あとね、やっぱりこのラテカラーっていうベージュグラデが揃ってたりもするから、これで今日のラテメイク結構いい感じにいくんじゃないかななんて思って、今日のメインパレットとしてご用意させていただきました。はい、でこちらをロージーローザさんのこのとんがりくんみたいなブラシで可愛く描いていきたいと思います。でね、なんか眉毛なんだけど、いきなりこれだとちょっと暗いかなと思うし、これだと淡いかなと思うので、こちらの茶色をちょんちょんちょんプラス焦げ茶チューンみたいな感じで混ぜ合わせながら、今日もね可愛いアーチ型に描いていきたいと思います。でさ、港区女子のセレブっていうことだからさ、セレブってなんとなくさ、アウトラインきっちりしたさ、綺麗な眉毛してるっていうイメージがあるし、ちょっといつもよりなんかさ、ほらデートの時とかってさ、あんまりかっちり眉毛さんにしちゃうとさ、彼が怖いとかって思うかもしれないから、少しふんわりなんかパウダーをほんのりぼかしながら、優しい感じのつのみちゃんっていう顔になるように描かせていただいてはいるんだけども、今日はさ、女優のオーディションだし、あのセレブっぽい感じで来てくださいっていうあの役のオファーのオーディションだったりするから、ちょっとその辺ね意識して、しっかり眉毛さん金持ってるぞけみたいな感じのイメージで、いわゆる美人眉さんみたいな感じだよね。はい、結構いい感じじゃない？なんかちょっといつもより下の感じとかもアウトライン綺麗めに描いたりしているんだけど、わかるかな？はい、では次にアイシャドウの方塗っていきたいと思います。やっぱりこちらの一番明るい色、こちらをブラシにいっぱい含ませてアイホール全体にふわーって入れてあげます。
これはね、いつも言っているように、まずアイシャドウのベースみたいな形で全体的にまぶたのくすみを取っ払ってくれる役割とかあるからね。わかるよね、なんか全然くすみがなくなる。はい、そしたら次にこちらの2番目に濃い色、こちらをアイホール全体に塗っていきます。で、この色は目の下側もちょっとふんわりね、軽くやっただけだけどしっかり陰影がついて深みっていうか綺麗な眼差しっていう感じになっていきます。で、今の色をちょっと軽めにして、ここのノーズライン軽く入れて、少し鼻が高い四つの三ちゃんみたいな感じに、で、さらにここね、やっぱさ、ここファンデしっかり塗っちゃうと面長さん感が出やすいから、鼻の影なんだよみたいな、はい。では次に、これさっき眉毛でも使ったちょっと濃いめの茶色、こちらを目の縁の方にさりげなくふわっと入れて、ここのアイホールのラインのとこにも少し深みを感じるように今日は塗っていきたいと思います。なんかさ、セレブだからちょっとリッチに見せたいかななんて思って、基本的にはいつもね、ここダブルラインっていうところとかはあまりつのみは塗らないようにはしているんだけど、やっぱね、そうすることによってちょっと金持ってるぞ感出るかななんて思って、ではさらにこちらの一番濃い色、ちょっとブラシを小さめに変えて、さらに目尻の端っこの方にふわっと入れていきます。で、これもね、なんか塗り終わって余ったので、ふわっとダブルラインみたいな、なんかセレブっぽさ出てきたよね。なんかさ、テーマがラテメイクだから、今回はね、ブラックっていう色を一切使わないでメイクをしていきたいなと思って、本当になんかベージュから焦げ茶のグラデーション、ほっと一息みたいな時にラテを飲んだ時のつのみの可愛さみたいなのを表現できたらいいかななんて思っているので、今日は本当にね、黒っていう色を使わないでメイクをさせていただこうと思ってはいるんだけども、どう？なんか結構セレブ感出てきたっていうか、ハリウッドの女優さんっぽいようなキャットメイクみたいな感じで、ブラウンが綺麗に塗れたんじゃないかななんて思っています。いつもこういうことをすると、なんかつのみちゃん、私たちなんかよりなんか全然綺麗だし、なんか絶対庶民はそんなねメイクとかできないよとかって思う方本当にいらっしゃるみたいで、なんかつのみもいつもねそういうこと言われちゃうと困惑はしているんだけど、なんかやり方は同じなんだけど、つのみの参考にしながら薄めに塗っていただくっていうことでも結構綺麗にできるかなと思っているので、あの全然突き放すとかではなくて、でみんなも綺麗になれるよみたいなコンセプトではやっているので、プロミちゃん可愛いよね、ぜひ試してみてください。はい、今度はラメを塗っていきたいと思います。またね、ラメを入れるとさ、結構今までマットな感じでアイシャドウを塗らせていただいているので、結構きらめきが一段とブワッとこう出てきて華やかになるかななんては思っているんだけど、でこんな感じでラメを平筆に取らせていただいて、このアイホールの中間にふわーって、はい、綺麗爆誕。さらに目頭さんと、ここのね、目の下の涙袋さんがぷっくり見えるところ、ちょうど眼球の下ぐらいにもふわっとラメをのせていきます。
綺麗くない？で、ほんのちょっとだけこの大粒ラメさんを小さなブラシにとって、さらにここの中心と目頭さんと眼球の下、いい感じいい感じで、なんかさ、やっぱりこういうクラシカルで女優っぽいメイクってちょっと抜けがないとやぼったく見えちゃうかななんて思ったりもするので、この一番小さなラメを再度つけて、ここのね、なんていうの、ここ抜きの部分、ふわーっと空気が流れるような感じで、わかるかな、なんか彗星が飛んでますみたいな、ちょっとさ、なんかふわっと詰まってたものが抜けるみたいな、便秘解消、あ、綺麗くない？はい、次はアイラインを描いていきたいと思います。アイラインはいつもおなじみキャーメイククリーミータッチライナーの03番。今回はやっぱりラテメイクっていうことなので、ブラックは使わないで、ダークなチョコレートカラーのブラウンでアイラインを引いていきたいと思います。で、アイラインはさ、なんかいつもなんかちょっと垂れ目さん意識してモテメイクみたいにつのみややっているんだけど、やっぱり女優ってなるとさ、あんまり意志が弱いただのぶりっ子とかだとなんかイメージと違うかななんて思って、やや跳ね上げみたいな感じで描いていきたいと思います。すごい綺麗に描けるよね、クリーミータッチライナーって、結構いい感じのベージュからブラウンのグラデーションができつつあります。だんだん美人度上がってるよね。はい、次はビューラーでまつげをくるりん上げていきたいと思います。なかなかさ、女優のお仕事も難しくてさ、オーディションは週に 1,2 本はあったりはするんだけど、結局ね、行けなかったりだったりとか、あとやっぱりさ、オーディション行くとさ、昔ながらの怖い監督みたいなのがいらっしゃって、なんかさ、そこで演技しろとかさ言われると、つのみも結構さ頑張って迫真の演技とかやってみようかななんて思っているんだけど、いきなりね台本渡されてなんて言うと難しかったりもして、でさ、なんだか知らないけど結構なんか男を騙すような女の役みたいなのが多かったりするの。だから全然つのみの性格と違ったりするし、なんていうの、あざとい女とかって今流行ってたりするじゃん、テレビでもよく特集されたりして、ああいう女の人すごい苦手なんだけど、そういうのをねやれとかって言われて頑張っては見てるんだけどね、なかなか仕事につながるっていうのはねここ最近ないんだよね。だからお茶くみっていうね OL のお仕事をなかなかやめるわけにはいかなくって、そこもなんか大切にしながら会社でも気使ったりしながらね、今後に何かつながればいいかななんて思って頑張ってやっています。はい、次はこちらのマスカラです。マスカラはデジャビューっていう、デジャブっていうマスカラを使います。モカブラウンっていう可愛い色、見て、これもねやっぱり今回ラテメイクだからブラックは絶対使わないで、ちょっとねモカっていう少しグリーン味がかったって感じなのかな。こちらをまつげに塗っていきます。これねすごいのが結構ボリュームとかさこんなに出るの、でもお湯落ちみたいな、どうなってるんだろうね今のこのメイクの技術っていうか。はい、こんな感じで可愛くマスカラが塗れました。
ことで、とりあえずここまで来たらまたキープミスト。なんかね、こういう一手間をやっぱり入れるっていうのがさ、女優のお仕事を獲得するのにつながるっていう可能性が出てくるから、いい感じ。はい、次はシェーディングしていきたいと思います。キャンメイクのシェーディングパウダー01番、こちらのブラウンを使ってシェーディングしていきたいと思います。さあ、オーディションってさ、女優の卵みたいな人がいっぱいいらっしゃるんだけど、みんな小顔なんだよね、今の方って。だからさ、つのみもさ、別にさ、巨顔っていうわけじゃないんだけど、やっぱりちょっとでもね、顔を小さく見せるような技を取り入れながら、ね、小細工していこうかななんて思って。でね、やっぱりシェーディング大切なのは、このフェイスラインを出すためにこの下側、はい、これでラインが爆誕します。はい、続きましてハイライトを入れていきます。ハイライトはセザンヌパールグローハイライト01番シャンパンベージュ、こちらを使わせていただきます。見て見て、もう底見え、どんだけ使ってるのっていう話なんだけど、やっぱりなんだかんだ言ってさ、なんだかんだって言えば藤井隆さんすごかったよね、ファーストテイクね。ああやって何年経っても藤井隆の音楽もいいよみたいな世の中っていいよね。はい、じゃあこれを鼻筋と鼻の頭にも、はい、で頬の一番高いとこにふわっと入れ、でクマの下あたりにも光で飛ばす。顎、唇の上で、おでこをふんわり丸く見せるためにここに優しく入れていきます。でね、なんかハイライト一番危険なのは、昔はね、ここ大きくシーみたいに入れちゃったりするのが流行ってたりはしたんだけど、ここが光ると結構巨顔に見えちゃったりするから、ハイライトはね、なんかつのみはこの辺だけふわって入れて、あんまり量入れないようにする。むしろ顔の中心を光らせるために、目の下、鼻のトップ、この中間部分、おでこみたいな感じで光をね、なるべく顔の中心に持っていくように心がけるようにしています。皆さんも取り入れてみてください。はい、次にチークを入れていきたいと思います。キャンメイククリームチーク16番、フェイスカラー16番という色になります。いつもね、やっぱりあのラブリーな赤色とか塗っているんだけど、今日ラテメイクっていうことで、ちょっといつもよりはワントーンくすみがかって、なんていうの、この恋愛色っぽい感じ、こちらを塗っていきます。これいつものちょっとこうプニュプニュしたような不思議なテクスチャーで、でなんか面長さん、つのみちょっと面長さんだから、できるだけチークを横のラインで入れてきたらいいかななんて思っていて、こういう感じで、わーっと、いい感じ。あ、ちょっと下につきすぎた。あ、でもいいかも。はい、でちょっとだけこめかみさん、やっぱりさ、ここが鮮やかだったりすると、監督も、お、あいつの演技いいぞみたいに思ってくれたりするかもしれないしね、受付のお兄さんとかもさ、可愛い子が来たななんて思ってくれて、順番をちょっと先回しにしてくれたりとかするかもしれないから、あとこういうひげみじゃなくて青みのところにも結構効果的だったりはするので、軽く仕込ませていきたいと思います。はい、どう、なんか結構いい感じにメイクが仕上がってきてはいるんだけども、なんか分かりづらい？
を隠せるものがあれば、あ、なんか本とかで隠したらいいかも。綺麗くない？ね。こっちがすっぴん。こっちが今フルメイクしている状態です。あ、やだやだやだ、ごめんごめん、みんなに紹介するの忘れてた。なんかね、おばみっていう雑誌があって、なんか今回8月号でつのみがついに表紙を飾らせてもらうことになりました。もうなんかね、みんなのおかげ、本当に。やっぱりさ、66万6667人のフォロワーの方のおかげだと思っています。なんか皆さんの応援があってこそ、つのみはこうやって輝けていられるんだな、なんて思って、皆さんにすごい感謝しています。初めてのね、カバーガールっていうことで気合いも入って、見て、ノーメイク、フルメイク、綺麗くない？はい、ということで、もう最後かな。次、口紅を塗らせていただきたいと思います。口紅はレブロンカラーステイマットライトクレヨンリップカラー002番、こちらの色を塗っていきたいと思います。前回使ったのもレブロンのこのクレヨンタイプのものではあるんですけども、今回やっぱりね、ラテメイクだからちょっと落ち着いたトーンのものを選ばさせていただいています。なんかさ、本当にレブロンさんってすごくって、クレヨンとか言ってスルスルスルっていう書き味なんだよね。うん、でこうやって指でもぼかしやすいし、なんかさ、半顔メイクだからちょっとメイクの仕方が難しくって、なんか微妙に線が曲がっちゃったりしているんだけども、なんかさ、港区セレブ女子っていう役柄だから、少しね、オーバーリップにしてみたの。なんかさ、ラテメイクっていう感じではあるんだけど、シックだしゴージャスだし、ちゃんとお金持ち感も出てるし、なんかさ、ハリウッドのセレブの人って最近こういうメイク多いんだよね。ごめんごめん、やっぱり顔隠さないとわかんないよね。はい、綺麗爆誕。もうここまでいくと、日本の女優さんの誰かに似てるとかっていう、なんかレベルじゃない話になってきて、ちょっとなんかさ、やっぱり海外のハリウッド女優みたいな。あ、よくない？あ、そうそうそう、まだね、ごめん、おばみの方発売はされてなくって、8月号なので、もうちょっとで多分店頭に並ぶとは思うんですけども、もしなんか書店の方で見る機会があったら、買ってみたりとか、なんか覗いてみたりしてみてください。見て、なんかつのみちゃん初登場とか言って。はい、それでは最後仕上げで、またパウダーをふんわりかけて、そうそうそう、でさ、ハイライトがね、やっぱり塗ったままの状態だとなんかえげつない時があるから、としままとしまでこうやってハイライトの上にマットなお粉をのせることによって、上品な輝きっていうのが出たりもするから、はい。でもちろん、キープミスト、キープミスト。もうほんとごめんね、なんかお店でなんかつのみちゃんが使ってたから買いに来ましたとか言ってさ、薬局とかでも売り切れです、つのみちゃんの宣伝効果で売り切れましたとかって言われちゃった方、本当にすいません、なんかつのみのせいで。はい、ということで、これでちょっと髪の毛整えて、
で、お衣装の方を着替えて、あ、そうそう、半顔だからごめん、こっちもね、仕上げさせていただいて、なんてもうこんな顔だもん、もう嫌になっちゃう。はい、ということで完成形で登場していきたいと思いますので、ちょっとお待ちください。お待たせしました。なんかさ、いつもよりちょっとサードパーツに分けてみて、前髪斜め系大丈夫かな、ちょっと色っぽすぎた。なんか、あ、でもやっぱりこれぐらいが可愛いかな。なんかやりすぎるとさ、ちょっと昔の人っぽすぎちゃったりとか。可愛いかも。指輪用骨感ある？大丈夫？いい感じかも。なんかさ、ちょっとアダルトな感じで過ぎちゃったかもしれないけど、港区女子ってセレブってこれぐらい活かしてる感じするよね。なんかさ、港区の女性の方って結構さ、ファッショントレンドとかにもさ敏感な感じもするし、これね、なんか友達のね結婚式の時に着ようと思って事前に買っといたワンピースなんですけども、結構いい感じだよね。女優感っていうかクラス感もあるし、なんか高見えな感じもすごいあるし、あとさ、なんかなんといってもこの伊達メイクがさ、ヒョウ柄とすごいマッチングしてて、これでさ、素敵な女優さん演じれるみたいな外見にはなったかななんて思って、まあ、男子はさ、ぶっちゃけさ、こういうさ、大人っぽくてちょっとセクシーな感じって怖いから付き合えないとかさ、あるかもしれないし、そういえばさ、スタバの彼、結局ね、その後追跡してみたりもしたんだけど、なかなか見つからなくって、そしたらさ、びっくりなことに、隣町のタリーズにいたっていう話。だから結局もうね、スタバには全然行かなくなっちゃって、まあ、津波は津波って、彼もちょっと遠距離ではあるんだけど、できたかなっていうところで、まあもうそのスタバのね、彼も現在タリーズカレー、もうそんな追いかけなくてもいいかなとは思ってはいるんだけどね。あ、なんか冬とかね、こういう感じとか
いいかも。はい、なんかさラテメイクってなんかみんなさカフェオレの感じっていうのは理解していただけたかなと思うけどね、なんかやっぱりさつのみがやるとちょっと大女優オーラ出すぎちゃうっていうところでやっぱりさつのみファンの人にはちょっと懸念される部分ではあるかもしれないんだけど、結局さ今日もなんか全然デパコスとか使ってなくってプチプラオンリーみたいな感じで仕上げさせていただいて、こんなに大女優な感じ。あ、そうそう、やっぱりねさっきちょっとちらっと出させていただいたんだけど、つのみの初めて、表紙を飾らせていただいたカバーガールになったおばみ、ぜひあの発売になったらよろしくお願いします。結構ね街歩きのコーナーとかあってなんか今回巣鴨っていう街をあの探索するみたいな特集もあったりとか、結構ほら風くんと一緒にベジタリアンになれるよみたいなところもあったりもするので、気になった方手に取って見ていただけたら嬉しい嬉しいです。男子はさぶっちゃけこういうメイク怖いよとかって言う方多いかもしれないけどね、でも今日はつのみお仕事だし、まあ、いつもは可愛くてラブリーな誰からも愛されるメイク、モテメイクみたいなのを提案させていただいてはいるんですけども、こういったあの女優っぽいハリウッドセレブっぽいようなメイクっていうのもたまには提案させていただければななんて思って、で全然ねメイクの粉の量を薄くしていただくだけで、日常的なメイクにも応用可能だったりはするので、全然ド派手な色は使ってないし、ラメのあの粒の形をもうちょっと極小なものを使っていただいて仕上げていただいたりしたら結構デートでも可愛いかななんて思って、なんか夏をさ先取りっていうかもっと秋まで行っちゃったっていう感じではあるんだけど、いいよね。あ、なんかオーディションね結構心配、なんかつのみもさそんなに演技派女優っていうわけではないから、なんか結構台本とか渡されてさやれとかって監督にあの指示されたりすると結構なんかあ怖いとかってなっちゃって、実力をオーディションで発揮するっていうことがねまだちょっとそこまでいけてないんだけど、顔だけさほら一丁前に北川景子感あったりとかさ、わかるよね、なんかついうっかりさメイクしっかりしちゃうと宝塚感っていうかしっかり美人さんみたいな感じが出がちになっちゃうから、その辺やっぱりねちょっとセーブしながら、風くんやだ、でもさこういうなんかお召し物で渋谷の方に行ったりするとさやっぱり一番怖いのがナンパだよね。もちろんさお仕事中だからなんかはいとかって気軽についてったりは絶対しないけど、やっぱりね10メートル歩くだけでさ5人には声かけられそうな感じはするし、そこだけねなるべく早歩きで通過してオーディション会場まで行けたらいいななんて思っています。
何ちょっと待って、なんかまた誰かに出した、誰かに似てない、本当に困惑する、自分の顔に。何事、あ、そういえばさ、前回の動画でなんとかルーペっていうやつのね CM のオーディション行かせていただいたんだけど、あれ見事落ちちゃって、なんかねもっとギャルっぽい感じの女子が選ばれてた。ギャルはギャルってね、なんか全然可愛いかなと思うんだけど、つのみはもうちょっと清楚系キャラっていうか、なんかこびない女子みたいな感じで、こびないけど可愛く輝いてる自分が大好きになれるつのみみたいな感じで過ごせていけたらいいかなと思ってるんで、まあ、今回はね CM の企画的につのみの美しさが合わなかったっていうことだったから、まあ、それはそれだよねっていうことで、なんか自分で受け止めたりはしてたんだけどね。だからみんなもさ、あの人綺麗だしとかっていうすごいひがみの妄想に入らないようにして、絶対さみんなはみんなのいいところがあるし、絶対さここの部分すごいいいよみたいなのさ、誰かが見てくれてると思うんだよね。ちょっとさマスカラの色変えたのかわいいじゃんとかさ、はい、綺麗爆誕しましたということで、今日はつのみは本当は休みなんですけども、ちょっとこれからオーディション行ってこようと思っていますね。なんかこういうラテメイクっていうね、ワントーンカラーで顔面仕上げるっていうのもなかなか新鮮だったりはして、これはこれですごいおしゃれだよね、ちょっとモードな感じで。ぜひ皆さんもちょっとでも取り入れて、あの今の自分をリニューアルして可愛くなれたらいいかななんて思っています。昨日よりも今日の自分を可愛く仕上げてたら素晴らしいことかななんて思っているので、皆さんもつのみの動画を見てちょっとでも可愛くなれて楽しい気持ちになれたらいいななんて思っています。あ、いけない、いつものやつ。はい、でこの動画が良かったなと思う方はいいねボタン、そしてチャンネル登録まだだよっていう方はぜひ押してってください。今日も皆様の愛されるつのみで行ってきます。